ないですしね。私にとって中高大ってとってもつまんなかったんですけど、あれ、それはそれでね、今の私にとってすっごく貴重な財産というかね、やっぱあの時代があってこその今だし、とってもいいですね。つまんなかったんだけど貴重だし、重要だし、まあありがたいというか、ほんとね、その時代の私がもうほんと上辺だけで生きてたんですよね。自分の魂を探さないで、自分が何かしたいのかも考えずに、なんかみんながいいと思うことを追ってみたり、モテたいとか思ってみたり、他人どう思われたいとか思ってみたり、もうそういうのがね、ほんと嫌だったんですよ。でもその時代があるからこそ今があるんでね、ほんとね、大切な時代ですね。私の大切なものって言うと、それ、まあそのひとまとめで、その学生時代か、中高大と、あとインドですね。インド旅行、インド哲学行ったんですけど、それもね、どちらかというと妥協というか、受験に負けて行ったんですけどね。それはでもインドはインドで良かったですね。インド哲学、まあ実際大学行って、大学時代はね、そんな全然楽しくなかったんですけどね、そのぐらいの不毛の時代に、いつ死んでも後悔のないように生きるとかね、そうやっていろいろ書き溜めてたんですよね。一応ね、自分がこうありたいっていう自分をね、で、いつ死んでも後悔ないようにとか、もうそれをずっと指針として書き溜めてて、やっとそっちの方向で行動しようと思い始めたのが、そうだな、社会人行って大学を辞めて、そのあたりぐらいからですね。ほんと10年ぐらいかかりますね、やっぱね、自分の行動が、じゃない、思考が行動になるまで。もうずっとやっぱそうやって思い続けたり、なんか全然身になってないなと思っても、思い続けたり書き続けることって重要ですね、多分。そうだね、ちょうど10年かかってますね、それもね、学生時代。自分に恥じない男にとかね、あとは劣等感か、他人を気にしないっていうのもあったな。まあ逆に言うと他人を気にしてたし、自分を恥じてたし、なんだっけ、いつ死んでも後悔があったんですよね。で、それだけはもうやだやだやだと思ってたんですよ。そしたらね、10年後ぐらいにだんだんなってきて、で、今だともう全然そういうようなことは思わないですね。いつ死んでもだ、もう本当満足です。よし。まあもちろん今はね、まだまだ生きられるならずっと生きてたいですけどね。もう基本的にはもういつ死んでも満足のように生きてます、毎日。で、自分も大好きですね。生まれ変わるとしても、また自分に生まれ変わりたいし、すごく幸せですね。幸せ。で、今までの全てひっくるめて幸せです。いろんなことがあったんですけど、まあそんな劇的な人生を送ってきたわけじゃないんですけど、まあでも全てひっくるめて幸せです。